1日で1000人とか減ってましたからね。はい、ということで年収は全て合わせると、まあ、YouTube という媒体を通して、まあ、稼いだ額は始まりました。もてちチャンネル。さあ、いよいよやってまいりました。2020年収益公開動画最後になります。今回は2020年 YouTube で稼いだ年収発表いたします。全ての額を公開してますから、今までね。なんで今月公開すれば私がもらった額全て全額を公開するということになります。さあ、果たしていくら稼いだのでしょうかね。皆さんね、気になってしょうがなかったと思いますんで、ね、まずじゃあ1月に振り込まれたやつです。で、まあ、つまり去年の12月の額になりますが、そちらが 199,946 円という形で、登録者が2万人ぐらいでしたね。で、2月に振り込まれた1月分で受験が始まって、受験シーズンになって、まあ、そこでドンとね行く感じです。383,400円、お、倍近くまで来たんだなっていうなります。で、さらにまた2月なんてもう入試真っ只中ですから、もう大学入試に関する動画をバンバン上げていきましたから、ね、早稲田とか慶応とかのね、問題こんな感じだったっていう公表をしていった時ですね。で、だから登録者が3万人に達する頃ですね。で、ここは661,349円。YouTube ドリームじゃないですか。で、2月の額であれば、あ、もうこれ生活できるっていうところまで来たわけですよ。さすがに12月の19万9000円とかでは生活は無理ですが、1月からだったら、まあなんとか、まあオフィスもあるんでね、家賃払えるって感じ。で、3月が年度末になる会社が多いので、広告ね、出すとこ多いんですよ。広告に経費かけられるので、高くなる。2020年絶頂の時ですよね、広告単価。で、そこで1,229,782円という形で、もうほぼほぼ倍できてるわけじゃないですか。倍ゲームのような、まあまあ、1月から2月はちょっと倍ではないですけど、2月3月はね、もう倍近くまで来てるんで、で、120万とかね、100万いくんだったら、あ、もうこれ、YouTube 生活行きましょうよっていう感じだったわけですよ。で、登録者もまあ4万人とか5万人のあたりですね。で、4月入ってコロナの影響で広告単価はもうめちゃくちゃ下がりましたね。また3月最後さよなら投資で4月漂い始めましたなんで、ボワーってね、うなぎ登りだった頃なんで、単価はめちゃくちゃ下がったけれども、再生数はすごかったんで、なんで802,996円という形でね、まあ当時8万人ぐらいでしたね。で、5月、まあ大体9万人ぐらいですかね、この頃は。もう本当に広告単価がもう著しく下がってね。で、498,651円っていうのが6月に振り込まれました。で、6月はちょっと上がったかなって思ったんですけど、そうでもなく結局519,880円で、この頃10万人ですよね、僕ね、達成してると思うんですよね。で、7月が622,868円という形で、まあ大体このあたり。で、8月はまあ忙しかったっていうのもあって、あまり強い動画とかが出せなかったんで、582,260円と。まあこの頃からもう登録者の伸びもだいぶ緩やかになってる時ですね。で、9月になって75,209円。という形です。で、10月にまあ大炎上が待っていましたので、まあその漂いやめるっていうのが出たんで大炎上して、でまあ動画も休むわけですけど、炎上してる前後はまあボンっていう伸びがあった感じですね。で、なんで746,192円という形になってます。で、11月が炎上が去ったんで、炎上が去るともう再生数はガタ落ちですね。もうドカンと下がりましたね。そうだ、炎上は収まって、新しい人は入ってきたんですけど、去った人もめちゃくちゃ多かったんで、やっぱもう1日で1000人とか減ってましたからね。なんでまあコアなファンとかもね、減っちゃいましたからね。その苦戦した11月はいくらだったのかっていうと、下一桁0、次4、3、1、4。で、最後が、6という感じで、641,340円だったわけですね。まだ広告単価は、まあ、やっぱりちょっとね、低い。まあメンバーシップにね、ちょっと支えられてるところがあるなっていう感じですが。はい。そういう感じなわけなんですよ。11月なんかっていうのは、ああ、まあそっか、灘のね、動画とかがすごい伸びてたりとか、大二郎さんが、そっか、大二郎さんが10万人行ったあたりだから、伸びたりした頃ですね。あとは英検があったっていうのも助けになってるから、英検の面接動画見てくれる人多いですからね。はい。ということで、年収は、すべて合わせると、
763万8873円というのが、これは計算機で打って間違ってなければ、これが Google さんからもらった収益の全てになりますね。これ何度も言いますけど、振り込まれた額は発表して構いません。いちいち収益公開はダメなんじゃないの、規約違反じゃないのとかね、規約も知らないのにコメントしないでください。ということで、こんな感じになりますね。まあだから普通に生活は全然できると思いますね。ただね、労力を考えたら全然割に合わない。その時間、もし自分が普通に授業をしてたと思ったら、全然これより高い。万が一そのかけた時間に自分が授業が入っていたとしたら、全然倍どころじゃないですね。それぐらいです。でも、これだけじゃないんで、ね、企業案件あるじゃないですか。企業案件動画っていうの、まあ一応月1、2本ペースにしてきてはいたんですけど、まあそれがあって、まああとスポンサーついてますから、うちのチャンネルね。スポンサーがあって、で、あとコンサルもしてるんで、いろんなチャンネルのね、コンサル。まあ今後、まあ本格的に塾のコンサル始めていくんですけど、動画コンサルとかもやってたんで、まあそれを加味すれば、まあ、YouTube という媒体を通して、まあ稼いだ額は1000万弱っていう感じだと思います。1000万にちょっと届かないぐらいかな。YouTube で大体それぐらい稼いだって感じですかね。で、まあ他にも当然いろいろありますので、当時ね、私3月に辞めてたってことは、1月、2月、3月、4月には振り込まれてるので、その年俸って月に割られてるんで、で、4ヶ月間年俸割ったのが入ってますから、まあ、結構な額になってますよね。ほぼ何もやってないですけどね。数日しか働いてないと思うんですけど、あれ、正月とかあったんだっけ、今年。もう今年激動すぎて覚えてないですね。あと公開授業ちょっと行っただけでしょ。多分7日も働いてないです。で、まあ、可愛い塾の授業があって、で、4月からは武田塾が始まってるんで、それ、ここでもらってたし、で、印税がさらにあって、で、早稲田合格塾が途中から始まってるって感じかな。で、あとは大学の授業、高校派遣はそんなに働かなかったですけど、あとはトイック系のセミナーとかか。まあ、その辺が収入源だったと思いますね。誕生日からはもらってないですから、支出の方が多かった。まあ、夢はありますね。で、ちょっと、ただもう一回ね、ちょっと盛り上げなきゃいけないんで、結構やっぱり炎上後離れた人すごい多いんで、待っててください。1月にちょっとね、ある計画いろいろ動き出すんで。ちなみに11月、このあたりで一体どんな動画が見られてたかっていうと、まあ、7校が1位ですね。7万5000回再生。で、トイック結果か。253回トイック、あ、そっか、トイック戻ってきたもんね。それは大きかったですね。で、5万7000。で、大二郎さんが5万1000。平均再生時間もすごく長い動画なんで、5万1000ですけど、収益としては1番の動画になります。で、次は256回トイックの感想。やっぱトイック強いですね。それが4万8000。で、英検3級面接対策は4万1000。やっぱ面接対策強いね。で、次が、慶応義塾高校の問題解いてるやつですね。灘の次は慶応義塾ですね。で、その次が英検準2級の面接。やっぱ面接強い。平均再生時間ぶっちぎりですね。非常に高い。3万3000回。で、次が出口先生のやつが3万1000回ですね。で、次は英検面接やってはならない5000。英検面接強いな。3万回。で、次がつくこま。あ、やっぱり難関高校入試解くやつとか英検そしてトイックっていうのが非常に頑張った期間になりますね。その後あれですね、慶応歯学部誕生の動画になりますね。東京歯科大との統合のやつで、その次はさよなら答申ですね。その後は生後問題対策講座で早稲田の人科やったやつ。へえ、こんな感じになってます。11月は結構なんていうか、ボコンボコンボコンと基本は低迷してるけど、じわじわ上がるのは増えてたって感じね。サブチャンネルなんかもうボロボロでしたね、11月はもう。まあ当たり前ですけど、真面目なことをメインチャンネルでやっててふざけてるからサブチャンネル成立してたのに、ね、信頼を失ってるやつのサブチャンネルだから、もうよろしくなくなっちゃいましたね。なんでもうどんどん登録者も減ってましたから大変でしたけど、まあ12月、ね、ちょっと持ち返した感じにはなってます。はい、こんな感じでした。まあ一応 YouTube では生活できるところまで来ましたが、まだまだ自分の目指しているところはそこではありませんので、本気で攻めていきますので、まあ激動でしたけども、止まっていた時計を動かすっていうのは来年になると思います。この意味はいずれ説明します。だいぶ後になると思いますけど、いずれ説明します。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.